どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回はリクエストをもらってたランボルギーニでパトロールやっていきたいと思います。エンジンルームはね、こんな風になってますね。めちゃくちゃかっこいい。で、そしてなんか追跡が始まってるので、ちょっと追跡参加するということで。なんだあれ、ブルドーザーみたいなのが盗まれてるね。しかも今回のランボルギーニはこちらのデュアルリモートミニガンっていうのがついてて、装着じゃじゃーん。すげー強そうということで、これでちょっとね、戦ってみたいと思います。ちょっと試し撃ちやってみるか。うおー、かっこいい。すごい勢いだね。本当はデュアルって書いてるから2つからね、出てるね、ちゃんと弾が。すごすぎる。これでパトロールやっていきたいと思います。待ちなさい。ブルドーザーだね。すげえ、ブルドーザーが盗まれてる。何をしてるんだこのおじいちゃん。待てー。一撃で終わったんだけど、嘘でしょ。全然打ち込んでないのに。早っ。お、銃撃戦が発生中みたいですね。そちらに向かいましょう。さあ、どこだ。まず普通の道に行かないとね。さあ、みんなどいてどいてどいて、行くよ、ゴー。やっぱね、ランボルギーニなんてね、めちゃくちゃね、スピードが出ます。すげえ速いね。おお、速すぎる。エンジンのね、改造とかも全くしてないけど。そしてなんと今回はニトロー。すごすぎる。めっちゃニトロ出てくるんだけど、車体が燃えそうな感じ。おお、はい、よーし、着いたぞ。ここか、銃撃戦。あ、スワットチームが突入してる。よし、僕も突入しよう。行きます。地下鉄へ突入。さあ、どうなる。うわー、めっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる。どこにいるんだ。あー、いたー。うーでー、オッケー、倒せた。あ、いるー。倒したぞ。オッケー、スワット隊員が倒してくれたね。おーし。すごすぎる。ランボルギーニが地下鉄に来たよ。さあ、じゃあちょっとね、戻りましょう。事件解決なんで戻ろうと思います。戻るときもこんな感じで。無理やりすぎるね。すげえ、もう傷だらけになっちゃったけどね。マジか、どこだ、後ろの方か。銃撃戦が発生してるみたいですよね、後ろで。そちらに向かおう。行きまーす。はや、250キロ行ってた今。やば、空飛ぶ、空飛ぶ。さあ、この先か。任せて。今回バックアップ呼ばずに一人でやっていけると思う、この武装だとね。あ、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。あ、いるー、それだー。オッケー。うわ、奥にもいるぞー。よーし、倒したか。そこだー。どこだ？いたー！ほらー！あ、横にいたー！上にもいたー！さあ、どうなる？オッケー、倒した。え、まだいる？まだなんか撃たれてるね。右から、あ、そこにいた！木の陰に隠れてた。まだいるかな？めっちゃ撃ってきてる。やい。防弾ガラスではないんだね、これ。ダメージ食らってるもんね、ちょっと。危ない危ない。そこだー。オッケー、倒した。おーし、なんとか全員倒し終わりましたね。いや、結構ダメージ食らったぞ。んー、なんかこの車怪しいみたいだね。ちょい待ちなさい。なんだ、車逃走してる。待ちなさい、止まるんだー。逃げてるよ。すげー、うわっ、マジか。赤信号を無視して逃走中です。待ちなさーい。
爆破した逮捕はしないんだね。おお、なんかテロが発生中みたいですね。そちらに向かいたいと思います。さあ行こう。めっちゃいるね。これはめっちゃ銃撃戦になってるね。うわすごい、これか、この赤いやつら、すげえいっぱいいる。撃てー。うわやべえ、めちゃくちゃいるぞこれ。すごい量だ。そこにはいる。ほらあ、撃ってきてる撃ってきてる撃ってきてる。ほらオッケー、まだ生きてる。やべえ。押した押したか。全員倒しました。警察署をね、襲撃してくる輩から守りましたよ。どうやらなんか囚人が車を乗っ取って刑務所から逃げ出してるみたいですね。からドーン。おー怖い。ここは左だね。このまま真っすぐ行っても大丈夫か。よしよし、危ねえすげえ危なかった。めっちゃスピード速いね。待てい、止まるんだ。赤信号突破で OK。 追いついた。この車だ。この車が盗まれたみたい。囚人が乗ってます。まーでー早っ別にエンジンルームとか打ってないのに一瞬で爆破した。すごすぎる。 OK。 え、なんてことだ。警察署が襲われてるみたい。なんてことだ、急げ。やべえぞ、とんでもない大事件発生中だよ。これはもうランボルギーニの出番でしょう。こういう事件こそランボルギーニが行くべき。さあ向かいます。ダウンタウン警察署がギャングに襲われてんのかな。ちょっと逆走していきます。怖いね今回相棒一応乗ってるんだけど全然何も活躍しておりません。さあ警察署に着きました。どこにいる。さあ誰か乗っ取られてる。え、特に異常ないんですけど、ここには。え、ちょっと見ていきますか。え、なんかここで事件があったと思ったんですけど、ん、なんか拳銃向いてるね。え、どれ？いるの？あ、いた！そこにいた！やべ、いた！乗ろう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 。いたよ、いたよ。ちょっと相棒任せて、枠に。え、倒した？いるー！いるいるいる！撃って撃って撃って！あれ？撃たない。ちょっと待って、なんだこれ。任せてー！オッケー！撃ってるね。よし、と、倒した。あ、そこにもいたか！オーケー、倒したよし、他にはもういないみたいだね。オッケー、かっこいいね。すげえかっこいい。手を挙げてる。あー、また事件発生中。そちらに向かいましょう。うわー、危ねえ危ねえ危ねえ。すげえあー、またここで。でも他のパトカーとか到着してないね。まあ、僕が行くしかないのか。向かいましょう。いるかな。あ、いた？スワット隊員しかいないね。あー、いたー！来たぞー！撃てー！めちゃくちゃ強いやつが来た。よーし、倒し終わりました。この人ですね。こっちもガトリング持ってたすげえ強いね。いやー、今のところ全然死なない。よかった、ありがたい。ここにばっかり当たってたんかな、弾が。銃撃戦が発生中。なんか今度は重武装してるみたいだね。あ、いたいたいた、あれか。やべ、撃ってきた撃ってきた。あ、めっちゃ撃ってきてる、めっちゃ撃ってきてる。撃ちますか、いきまーす。あれ、ちょっと待ってちょっと待って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 、デュアルガンにして。撃てー、
打ちまくれー。硬っ、全然死なない。なんだこれ。あー死んじゃった。中に乗ってた僕が死んじゃった。あ、なんか追跡始まってます。盗難車を発見したみたいですね。さあフリーウェイの方に入ろうとしてる。ちょっと待って、誰も追跡に行ってないのでヘリコプター呼んどこう。あー結構大変だね。どうやって行くんだ。さあこっから行っちゃっても大丈夫。おーし、行きましょう。で、そして、あ、もう今フリーウェイじゃないね。まあでも乗っちゃったよ僕。どうしよう、どっかで降りますか。あ、これなんかもう使えなくなっちゃってるね、なんかあのニトロが。そしてこっから降ります。ここら辺にいたはずなんだけどね。おー反対側だったみたいだけど、発見しましたね。さあめっちゃ逃走してるね。おーヘリコプター2機だ、いいぞ。さあどこだ、見つけた、発見しました。救急隊員まで追跡に向かってくれてる。いたよ。いやー、ランボルギーニからは逃げれないでしょう。信号を破壊してる。さあどこに行くんだ。止まりなさい。このパトカー普通のパトカーと違うんだぞ。ガトリング付きのパトカーなのに、それでもまだ逃げようとしてる。マジか。待てー。オッケー、逃走犯死亡です。さあそれでは一体何キロ出るのかやってみましょう。さあ勢いよく100キロを超えました。そういえば車内を見せるのをすっかり忘れてましたが、車内はこんな感じになってて、ちゃんとねメーターも連動してます。そしてパソコンまである。キーボードが光っててかっこいい。で、そしてここでニートロー。すごい勢いでメーターが上がってる。いけい。さあどうなるのか。最高速度はニトロ使っても352キロでしたね。おお。おお、かっこいい、めちゃくちゃ。ちなみに夜打つとこんな感じですね。おお、すげえ。ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。